えー、今回紹介したい作品はこちら最高でしたエルヴィス,、まあ、ス・プレスリーの物語なわけなんですけれどもやっぱりね僕紹介する前に皆さんに問いたいのはエルヴィス・プレスリーの歌ってる姿って今まで映像で何回も見てきたけど。 実は彼のプライベートってほとんど知りませんかと僕自身もそんなに詳しくないわけですよだからこの作品見てこういうことがあったんだみたいなことが随所に起こって本当にエキサイトしましたでねここ最近結局このアーティストの人生を描いたものってたくさん映画化されてるじゃないですかつい最近で言うならば「えー、ボヘミアン・ラプソディ」 まあ、クイーンのね、えー、やはりこの人生を追った映僕ツイッターでもつぶやきましたがこの「エルヴィス」宣伝と口コミがうまく回ったらあのボヘミアン・ラプソディ現象が起こるんじゃないかっていうぐらい。 今年の一押しです。まあ、ちょっとね物語説明したいんですけれども、まあ、いわゆるこの「キング・オブ・ロックンローラー」という風に称されたエルヴィス・プレスリーの人生をバズ・ラーマン監督がメガホン取って映画化したわけなんですね。まあ、スターとししてて人気絶頂の中を若くして 謎の死を遂げたプレスリーの物語をあのね例えば「監獄ロック」などこう誰もが一度は耳にしたことのある名曲の数々に載せて、まあ、描いていると、まあ、あのレ、ね、ーザはビートルズだとかね、まあ、クイーンなど後に続く多くのアーティストたちに、まあ、影響を与えたこう世界でも とも売れたソロアーティストとして、まあ、ギネス認定もされている。エルビス・プレスリーの、まあ、人生をこう描いているわけなんですよね。この腰をね、この小刻みにこう揺らして、つま先立ちで歌う、みたいな、あのセクシーなダンスを交えた。 パフォーマンス、まあ、映像で見たことあると思いますけどもライブ映像で随所にそのシーンもこう出てきまともとエルビス・プレスリー、まあ、小さなライブハウスから、まあ、あのア,アーティスト活動を始めたんですけれどもその熱狂がこう全米にこう広がっていくわけで瞬く間にこうスターになったわけですただ時代もあって保守的な価値観しか受け入れられなかった、まあ、時代なんですよ。 よね要はエルヴィスはこのブラックカルチャーを取り入れたパフォーマンスみたいなとこで世間からこう非難をこう浴びてしまうわけなんですそして故郷でありますメンフィスのラスウッドパークスタジアムでライブを行ったエルヴィスはまあ会場はこう警察に監視されてでねまったくまあしょうがないとはいえ強欲なまあマネージャーがね登場するんです、まあ、トム・ハンクスが演じてるんですけれどもでねまあこの マネーージャーの、まあ、トム・パーカーカトム・ハンクス演じるトム・パーカーは、まあ、自分の逮捕を恐れた上でエルヴィスらしいこうパフォーマンスを阻止するとその2人の関係がこうどうなるかという、まあ、まあお話なんですけれどもまず、ねえー、内容をお話ししたい、まあ、オープニングで、ねまあ、プレスリーの,このライブシーンから始まるんですけれども面白いなと思ったのは、ね、もういきなりオープニングで、ね、スプリットスクリーンになるんですよ。 画面が割れるんですねプレスリーと客というスプリットスクリーンになっていてこのスプリットスクリーンを多用することでまあドキュメンタリー感が増すというかいわゆるこのざらめ感あふれるフィルム映像みたいなのが随所に入ってくるんでまあ、もちろん劇映画なんですけれども。 時折これドキュメンタリー見てるんじゃないかなんていう思いにもこう駆られるぐらい、まあ、僕は引きつけられましたね。でね、まあ、エルヴィスのこのステージいっぱい出てくるんですけれども途中ね出てくるんだよななんかねサーカスの出し物のような楽しみ方をしてほしいこれね難しい表現かもしれないけども時折サーカスの出し物ってこれって驚いていいの笑っていいの 思うこの微妙なラインをエルビス・プレスリーは演じていた。 って言われてるんですよねこの辺りね映画を見てね楽しんでいただきたいなと思います。あとやっぱアーティストというのはやっぱりこの自己プロデュースに長けてるじゃないですか。まあ、エルヴィス・プレスリーも自分のアーティストとしての自己プロデュースを追求していきファンからの支持を集めたんですがスターになればなるほどお金を持てば持つほど とは集まってくるし今までお世話になったマネージャーと仲たいしてしまうっていうのが ある種、まああるあるる種なんですよね、まあ、そのあたりもね物語としても僕はこの作品楽しめましたでね、まあ、この作品、まあ、バズ・ラーマン監督がメガホン撮ってるんですけれども、まあ、たくさんの映画撮ってますけれども彼は「ムーラン・ルールズ」とか、えー「華麗なるギャッツピー」だとかいわゆる華やかでゴージャスな世界観を 撮影するのに長けた監督なんですけれどもねあのシャネルの CM もバズラーマン監督はと。って ますねあのー、ニコール・キットマンと、えー、ロドリゴ・サントロの CM です要は華やかななな世界観が得意なわけなんですよ。するとねこの作品でエルヴィス・プレスリーがあのラスベガスでショーをするシーンが出てくるんですけどこのね食い合わせがね、ね。最高なんですよ、ね、やっぱね僕はね「エルヴィス」という作品ねバズ・ラーマン監督が撮って正解だなっていうふうに思いました。 あとねこの作品のまあ主人公ですねこちらいますね、えー、オースティン・バトラーという、まあ、新人役者なんですけれども実はこの作品でまあ主人公オーディションがありましたとで公表されてる部分をちょこっとだけ言えば例えば「ハリー・スタイルズ」ね「1D、ね」ねハリー・スタイルズとかアーロン・テイラー・ジョンソンだとかマイルズ・テラーも。 実はオーディション受けたと言われているんです。そんな中、このオースティン・バトラーが主役の座を射止めたんですけども、その裏には、実はね、デンゼル・ワシントンの推薦があったって言われているんですよね。まあ、デンゼル・ワシントンといえば、まあ、アメリカのハリウッドの中での、まあ、いわゆる兄貴分なんですけれども、実はオースティン・バトラーと共演したことがあることは前提で、バズ・ラーマン監督に。 デンンンゼル・ワシントン電話したらしいんですけれど実はデンゼル・ワシントンとバズ・ラーマン監督って面識なかったらしいんですよほとんど知り合いでもないと。にもかかわらず「エルヴィス」という作品が制作されるってことを聞いたデンゼル・ワシントンが前に共演したオースティン・バトラーズって結構すごいよってバズ・ラーマン監督に推薦したって言われてるんです。で 時を同じくしてバズ・ラーマンはいろいろな映像とかをチェックしている時に実はこの、えー、オースティン・バトラーが動画でエルヴィスの歌を歌っているシーンを見てちょっと気になってたと。で デンゼル・ワシントンの推薦もあったからじゃあ会ってみようっていうことで主役が決定したっていうふうに言われています。まあ余談ですけれどもね、まあ、デンゼル・ワシントンってねものすごくね、えー、賛否あるんです。 生意気だとか態度が悪いなんて話もあるけどもものすごく後輩思いだっていう面もあるんですよねで例えばね「あのブラックス・パンサー」に出演していた、まあ、チャドウィック・ボーズマンまあ惜しくも亡くなってしまいましたけれども彼がまだ売れない若手俳優の頃彼の演技の留学費用を実はデンゼル・ワシントンが出していたようだなとかあと「トップガン」の「マーヴェリック」でもグレン・パウエルという役者が出演し してますけどもこれも実はデンゼル・ワシントンの推薦だとか言われてますしまあこの同好会でも僕お話ししましたけれども、えー、ウィル・スミスのクリス・ロック・ビンタ事件、まあ、アカデミー賞でありましたけれどもあの事件が起きたすぐ後にウィル・スミスに駆け寄って「えーまあ、最高の時こそ気をつけろと」と悪魔というのはそういう時にやってくるんだぞって。 で、えー、ウィルスミスをなだめたのがデンゼルワシントンっていう風に言われてるんですよね。あ最後にね僕この話したいんですけれども、えっ、ー、とねアンチェインドメロディーっていう曲皆さんご存知でしょうか、えー。数々のアーティストがカバーしてきた名曲中の名曲あのゴースト えー、ニューヨークの幻でもねデミ・ムーアとパトリック・スウェイジがねこう峠こうやるシーンとかで流れてくるあの象徴的な曲ですけれどもで当然エルビス・スプレスリーーもカバーしてるわけです僕は「アンチェインド・メロディー」って「ゴースト」の前に実は「エルヴィス・プレスリー」で知ってるわけなんです。でねいろいろなアーティストが「アンチェインド・メロディー」を歌ってきましたが、まあ、エルヴィスのある種おはこだったと。 実はエルヴィス・プレスリーが亡くなる6週間前かな最後のテレビ出演を果たした際に彼が選んだ曲がアンチェインド・メロディー自分でこうピアノ弾きながら歌った僕はものすごい好きなシーンなんですけれどもこの映画の中でもある場面でエルヴィス・プレスリーがアンチェインド・メロディーを歌ってるんですが。 僕が今まで何百回と聴いてきたいろいろなアーティストが歌うアンチェインドメロディーの中で最も悲しいアンチェインドでしたそこはぜひ、えー、劇中のシーンを注目してみていただきたいなというふうに思いますとにかく今年を代表する1分だと思います僕は100点つけたいと思います映画「エルヴィス」ぜひ劇場で体験してみてください